皆さんは世界最古かつ最大のアナーキーサーバー 2B2T を知っていますか？チート、ハッキング、盗み、殺し、何でもありの自由のサーバーです。 2B2T といえばスポーンに存在するこちらの大きなロゴ、スポーンメイソンというグループが作った 2B2T 内最大のロゴです。このシンボルは2815万4762ブロックもの黒曜石を使用してたった8日と3時間で完成されました。 2B2T 内では様々なグループが様々なロゴを作り自分たちの力を誇示したりなどしてますが、このスポーンにあるザ・メイソニック・エクリプス、これが今まで最大のロゴとして君臨していました。しかし今年3月その歴史が塗り替えられました。ハイウェイワーカーズユニオンというグループによって2021年9月11日に 2B2T 内最大のロゴを作るプロジェクトが始まりました。このプロジェクトは2816万8285個の黒曜石が使われ、ハイウェイツールやバリトンなどを使い作成されました。そして2022年3月9日午前9時45分 2B2T 内に新たな最大ロゴが誕生しました。どうも、やさこちゃん、ひのです。ということで、皆さん、2B2T やってますか？今回なんですけど、僕ね、今まで 2B2E という、統合版のサーバーをやってたわけなんですけど、今回こちらの 2B2T 本家ですね、すべての始まりのアナーキーサーバー、いろいろね QBQT とか 2B2E、 2B2TPE、 2B2TJP など、まあ、いろいろなねサーバーがあるわけなんですけども、そのすべての生みの親となった 2B2D に今回ね本当に初めて潜入します。で今回なんですけど、とりあえず冒頭で解説したハイウェイワーカーズユニオンの作った 2B2T 内最大の新ロゴを観光しに行きたいなと思います。さあ来た。これね今1時20分なんですけど、もう7時ぐらいからずっと待ってたんですよね。9ね買ってないんですよ僕。9買ってないし、今回ね本当に初めて 2B2T 入るのにもかかわらず、見てもらえば分かる通りバチコリとチート入ってます。なんでチートしてるの、良くないですよっていうね子供たちのために紹介しますと、チートハッキングをね使用してもいいサーバーなので、今回ね楽に生きるためにチートをね導入してやってるよっていう感じですね。はい、初めてね入るんでめちゃめちゃどうしようって感じなんですけど、まあ、一旦ねネザ向かいましょうか。とりあえずなんだかんだ言って僕も 2B2E ね生き抜いてきてますから、 2B2E で王国、日の王国というね王国を作り、もう最大のクランにまでしましたからね。それが本番に上陸するみたいな、日本のプロ野球で頑張ってた人がメジャーリーグ行きますよみたいな、そういう感じですよね。つまりメジャーリーグ、ここはで、まあ当然ですけどエンダーチェストなんもないですね。すごいすごいすごい、なんか知らないやついるね。いやなんか新鮮ですね、めっちゃ。この僕が 2B2T に入る日が来るとはまさか思いませんでしたね。やっぱりねなんだかんだ 2B2T と 2B2E 違うから、ちょ興奮するね。今多分夜だから日本人の人とかいるかな、さすがにいないか。ちょスポーン優しい人ばっかいたらいいな。多分さすがにねあると思うんだけどね。あーあったあれです。さあ来た。前評判だとなんかネザートラップがあるよみたいな、絶対あるから気をつけてくださいっていうのが、まあ、2B2T の常識ですよね。あるか見てみよっか。いやこれでさなんかもらえないかな、人いて、優しい人がいて。入ってトラップにはかからない、ナイス。そしてすごいね、このさ紫の四角何かと言いますと、ストレージ ESP、まあ、チェストがねどこにあるか分かるようにしてるんですけど、これ全部チェストか、この全てが。これいけないね。一旦土ゲットしてから行きましょうか。土 OK、 とりあえず土何個かゲットしました。これで値下げいけばなんとなく中心地00付近に行けるんじゃないでしょうか。これで中心まで行って、多分ハイウェイがあるんで、そっからねちょっと歩いていけばおそらくあると思います。今回はね土があるんでこうやってちゃんと行くことができます。ちょっと大事な土なんで、よいしょ。あっブッシュ、トラブルはねつきものです。いやただ物資ないアナーキーサーバー一番辛いよね。最初こんな感じだった僕も、スビツイで懐かしい、その時思い出すね。その時思い出しますけど、どうにかして物資手に入れたい。物資を分け与えてくれる神日本人募集中です。お来たわ、来ましたね、繋がった。でもこれがハイウェイかな、ハイウェイもしくはもうすでにロゴな感じはする。
ロゴかなこれ。若干スポーンから離れないとダメかな。画像の感じちょっとね、中心地より離れてるんですよ。なので若干離れたらあるみたいな感じなのかな。時間帯が遅いからか、なんか別に殺してくるよみたいなやつはいないですね。人がそもそもいないや。よかったよかった。初 2B2T がね、嫌な思い出で終わったらね、嫌ですからね。多分これで斜めハイウェイかな、ここが。でハイウェイのちょっと離れたところに多分あるんですよね、ロゴが。これお腹空いてロゴどころじゃない気がするんだけど、早急に誰かに助けてもらわないと、歩けなくなってる。いやー、届きますかね。とりあえずキー3つはゲットしたんですけど、ハイウェイの結構かなり先にあるんですよね。実際に見ることができないかもしれない。ただなるべく頑張って進みましょうか。 OK、 フルブライトつけれた。これでめっちゃ明るい状態でね、歩けます。ただちょっとどうわかんないね。あー、ザ・ゲームクラッシュ。みんなクラッシュした。はい、ということで、まあさすがにだよね、さすがにクラッシュで抜けちゃったから仕方ないよね。おー、これが世界最大のアナーキーサーバーか。